ボートレース玉川第54回サンケイスポーツショー開催の4日目、白熱の予選を突破しましたベスト12メンバー、まず最初の1組目が登場しています。第6レースはダブル準優勝戦前半1つ目です。1号艇佐々木和信、2号艇桑原正光、3号艇北村誠司、4号艇中岡雅彦、5号艇渡辺雅史、6号艇深澤辰則、以上6名によって行われています。待機行動は枠なりに進んでいます。さあ、昨日に続く陰線となっていきそうなのが1番の佐々木和信です。予選からの3連勝を狙っていきます。人気の中心です。2校生は準優地元1人目2番桑原正光です。その奥を通っていきます3番北村誠司、定番通り3コースへ向かっています。ダッシュをつけていく姿は4番中岡雅彦、4コース角1、ここまで桑原同様オール3連単の運び中岡です。5コースには5番の渡辺雅史、そして6コースにはこのレース東京支部から2人目6番深澤辰徳と収まっています。枠なり進入3対3、第6レースダブル準優前半1つ目です。進入内から1、2、3、ダッシュが4、5、6です。スタートが切られました。4番の中岡がわずかに覗いています。そして3番北村が壁になり、この間に1番の佐々木がイン逃走態勢、北村まくり雑誌に行きます。2番桑原は差しに構えますが、1番佐々木懐捉えられて3番北村のまくり雑誌、さらに内2番の桑原も差し構えからインサイド届いています。スタートは正常。さあ、突破争い、地元2番桑原まず行った。3番の北村ですが、ここは後続ちらつく中鋭い差しが入ってまいりました。3番北村が抜け出して2番桑原追走、その外を行った1番の佐々木、外前から2番桑原を捕まえての2番争いとなっています。2周1マーク、先頭3番北村、その後は2番桑原回っていく。2番の桑原がここで抜け出し、そして1番の佐々木ですが、だいぶ待って内の方へと切り込んでいきましたが遅れて、上位体制は3番2番1番です。1号手の佐々木、もう一度桑原に接近を試みる。2周2マーク、1番佐々木外へ出ました。2番の桑原がまず回って、そして1番佐々木後続内控える中ですが、2番桑原の懐を狙っていく旋回です。ただ届きません。2番の桑原が足場を固めていきます。3周目に入っていきます。上位の体勢は3番2番1番。3周1マークの旋回は3号艇北村誠司、これを追って2号艇桑原正光、そして1号艇佐々木和信です。4番手以降は4号艇6号艇5号艇の順となっています。先頭は3号艇の北村誠司、突破争い1周2マーク、後続が内ちらつく中ではありましたが、非常に鋭い旋回で差し込んで桑原を捉えていき抜き去っていきました。3号艇2号艇1号艇の順番で折り返しています。6レースまもなくゴールです。先頭から3番北村、2番桑原、1番佐々木で五輪、後方4番5番6番五輪です。以上、第6レースダブル準優勝戦前半1つ目でした。